マリオ・ゾンライトナーは、オーストリア・シュタイアー・マルク州出身のサッカー選手。オーストリア・ブンデスリーガ TSV ・ハルトベルク所属。ポジションはディフェンダー。17歳で当時オーストリア・ブンデスリーガに、所属していた、グラーツアー AK のトップチームに昇格。2004年には、経験を積むためにエアステリーガのカップフェンベルガー、SV に移籍し、同チームの主力としてプレー。 チームのニーフィニッシュに貢献する。カップフェンベルが SV で1シーズンを過ごした後、所属元のグラーツアー AK に復帰し、18歳でオーストリアブンデスリーガに属するトップチームの主力に定着。グラーツアーでは UEFA カップにも出場した。2007年に同じくグラーツを本拠地とする SK シュトゥルムグラーツに移籍。ドイツのベルダーブレーメンに移籍したセバスティアン・プリオドル。 の後継者として、守備陣の中心的存在になる。同クラブ在籍最終シーズンには、オーストリアカップで優勝を果たした。2010年の夏に、オーストリアブンデスリーガの競合、SK ラピードウィーンに移籍。加入以降は主力に定着し、UEFA ヨーロッパリーグ出場等も経験した。UEFA チャンピオンズリーグ予選を呼び、 UEFA ヨーロッパリーグ本大会を含むクラブの国際試合には2017年6月現在で64試合に出場しに得点1アシストを記録している。センターバックのみならず、チーム事情によっては右サイドバックとして試合出場をすることもある。育成年代ではフォワードとしてプレーしており、その影響かセンターバックとしてプレーする現在でもセットプレーで得点を決めている。 センターバックである。空中戦に強く、強靭な体を持つことでも知られており、2008年以降は、所属先の SK シュトゥルムグラーツ及び SK ラピードウィーンの両クラブにて、毎年のように、ほぼオフル出場を果たしている選手である。ありがとうございます。